い、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、ちょっぴり久しぶりにお絵かき心理テストをやっていきたいと思います。このゲームね、結構ハマったんですけど、最近でちょっと別ゲーばっか投稿しててなかなかできてなかったんで、続きからねやっていきたいと思います。おー、なるほど、結構終わってるね。32まで終わってるのか。なるほどなるほど。じゃあこっからかな。じゃあさ、壁側のとこからいきましょう。遊び方ね。おー、なるほどなるほど。好きなだけハートを書いて、ハートの数は、あーなるほどね。改めて、お、来た。道を歩いていると壁の前に出た。壁はどれぐらいの高さだった？壁の高さか。突然出てくるんだもんね。でも突然来るってことは高かったと思うから、4メーター。回答、あとの丸々の高さ見てみよう。プライドの高さ4メーターってどんなもん？プライド4メーターくらいってさ、どんなもんなんだろうね。これ微妙ですね。お、蝶が飛んできたよ。蝶は女神のどこに止まった？これは決まってますよね。だってさ、こうやって飛んでくるわけじゃん。ってことはこの頭のところに止まりますよね。あとの丸々の場所がわかりますよ。さあ何でしょうか。丸で囲った場所。待って、性感帯髪の毛ってやばくない？でも MG さんからはノーコメントでいきたいと思います。ちょっとね、まさかのね、そこだとは思わなかった。矢印で渦巻きを書いて。矢印で渦巻き、簡単だよね。だからまずは矢印で渦巻きを書くというかは、渦巻きを矢印に関連するみたいな。日本語ぐちゃぐちゃだったけど、まあこんな感じでしょう。あなたの行動タイプが分かりますよ。見てみましょう。内向き、自分に没頭する。あ、僕内向きだ。あ、僕個性派タイプなんだ。 MG さんやめて。え、そうなんだ。あ、でもね、 MG さん、ね、結構言われるかもしんない。あの、まあ割とコミュ障だから社交派ではないかな。サンタさんからプレゼントが聞いたよ。ね、中身を見てどんな気持ちになった？ほっほっほーって言ってるね。え、もちろんね、それはね、うーれしいですね。見てみましょう。あとの丸々の評価が分かりますよ。これはあなたのお給料に対する。うーん、お給料。なるほど。なるほど、ノーコメントで。あなたにそっくりな人があなたを見つめています。え、どこを見てた？顔面でしょ。ドッペルゲンガーは顔面を見ますよね。え、でもドッペルゲンガーってめっちゃ似てるらしいけど、一回くらい会ってみたいよね。ちょっと気になるわ。あなたの〇〇が分かりますよ。そこはあなたがコンプレックス。え、顔面コンプレックスとかやめてよね、まったく。え、タンタンにブサイクっていうのやめて。異性からハンカチを借りたよ。どんなハンカチだった？具体的に簡単に見て。ハンカチがありえでしょ。これハンカチね。女性のやつだからこうね、花が咲いてると思うな。花が咲いてるよ、こんな感じで。お花が2つくらい咲いてて、なんかこうね、桜の花びらみたいなのがね、こうついてるみたいなね。ちょ、ごめんね、絵心なくて。絵心なくてごめんね。で、そこら辺、ここら辺の右上に、あの、実は MG さんのグッズだったみたいなね。MZ と書いてあるみたいな。こんなハンカチかな。恋人に身につけてほしい〇〇がわかりますよ。恋人に身につけてほしい。待って、僕は恋人に MG パンツを履いてほしいってこと？ごめん、それはないわ。それはないわ。はい、さらっと同性の顔を描いてみて。ああ、同性の顔か、OK。MG さんの同性ね、MG さん同性描かしても、異性描かしてもですね、基本的に顔は一緒になります。髪の毛の長さで判断してください。唇ですね。で、耳が生えてますよ、ちゃんと。でね、髪の毛が生えてます。何本かね。で、顔だけって言われたけど、サービスで体も描いちゃおっか。いいんじゃない、いいんじゃない。ダッシュ！シャコシャコシャコー！あとはこう見えてますよ。あとは自分自身がこう見えてる。やばい、ちょっと笑ってて涙が出てきた。なるほどね、ちょっとショックだわ、素直にショック。レベル拡張後でしますよ。異性の髪の毛を描いてあげていいですよ。
僕ですね、異性の髪の毛は結構ね、こうもっさりしてなくてサラサラーっとね、ストレートになってるのが好きなんですよね。サラサラストレート派ですね。あなたの忘れられない〇〇がわかりますよ、それは CM の後で、はぁ、ちょーと思ったかと思ったか、ちゃんとですね、ここは私は音声と、動画をですね別撮りしてますので、ちゃんとねそこら辺は消せるようにしてあります、動画の音声とですね私の声は全部別で撮っているのと、あとですねここをカットしてしまうと、あの途中の会話がねプツって途切れて、なんかもう一回同じシーン撮影してするのもあれだなと思ったんで、とりあえずこれで OK です。では戻しましょう。はい、じゃあ結果見ていきましょう。これ昔好きだった人の髪型やめてよね、まったくそういう昔の恋とか掘り返すの良くないんだから。今夜は流星群の日、パッと夜空を見上げて流れ星は何個見えた。でも流れ星って言ったらさ3つかな、パッと見上げたぐらいだからね。本当は1つなんだけど、本当は1つなんだけど、あ、これスターミーじゃないです、あの普通の星です。本当はね普通の一つだけなんだけど、せっかく見上げて見えたんだからね、めでたく3つでしょあなたの野生の本性、流れ星の数はあなたが今こいつなら落とせると思ういやごめん、あの今女友達っていうか、なんか話せる女の子一人もいないから、ごめん、これは間違ってるこれは間違ってるマジで今友達一人もいないから、あ、一人はいる、男だけど、この四角を使って窓の絵、窓の絵か、窓の絵な、じゃあ MG さんが作った窓ということで、ここにですね MG さんがいることにしましょう。いつも皆さんは、カーテンを開けると、MG さんがいますよ。どうですかそんな生活、ダメだよねダメだね、 MG さんの顔が書いてある窓ですね。あとの SNS に対する警戒心が変わりますよ。開いた窓全開攻撃ゼロ、ほうほうほう、なるほど、カーテン閉め切った話を僕したよね。ってことは多分警戒心マックスなんでしょうね。まあ基本的に僕 Twitter しかやってなくって、まあそこで MG としてですね生きてるので、まあそんな警戒心はないかな。クジラの絵、うわ、 MG さんにクジラの絵を描かせるか、こんなもんしょクジラって。でさ、こう潮吹きいっぱいすんだよね、いっぱい潮吹きするんだよ、いっぱいビシャあなたはエッチ上手かも、やめてよね、まったく。海を描いた人は激しいのがお好き、潮吹きを描いた人はテクニシャン、やめてよね、まったくそういうの良くないんだから、もうやめてそういうのは。ノーコメントでいきましょうコップの中にはどれくらい水が入ってる、8分目。あと人生の満足度、なるほど、水が多いほど満足してる、半分以下の人はこれからだよ、なるほどね。 MG さんですね、割と今の人生満足してるんですよね。まあある程度仕事もうまくいってて、自分でビジネスも始められて、でなおかつ趣味が YouTube でみんなと一緒に入れて、まあ友達が少ないのはちょっとあれだし、時間も足りないのはあれだけど、なんかね視聴者のみんなとある程度交流できてるっていうのはすごく満足してます。あまりと合ってますね。夜空に輝くお月様、お月様、あーシャコーンで、ここにねウサギがいるんだよね。でこうなんかね、 あれ持ってるんだよ、あれあれでこの餅をねシャコシャコっとつくんですよ。でアンヨが生えててね、いいじゃない、こんなもんでしょう。あと母親への依存度が分かりますよ月が大きければ大きいほどマザコンか、でもマザコンではないと思うけれども、まあ実家に帰って、まあお父さんとお母さんの顔は見に行きますよね、やっぱり。まあちょこちょこ見に行かないとやっぱ寂しいっていうか、心配させちゃうのもありなんで見に行く程度ですかね。あとは父親の車運転してみんなをね
ちょっとどっかね、おしゃれなレストラン連れてったりぐらいですかね。それ以外は特にビビった。4分に1頭の殺処分。まあそうね、よくないね。はい、ということで皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。で、今日ですね、久しぶりにお絵描き心理テストやってみましたが、いかがだったでしょうか。ね、すごくですね、今日、潮吹きのやつ、面白かったです。ぜひですね、今日の動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録も、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、以上、皆様また明日お会いしましょう。バイバーイ。